チ君もやるときはやるね。とりあえず乾杯しよう。喜ぶのはまだ早いわ。勝負はここからよ。え？お母さんの敵も取らなきゃね。敵？ネットにお母さんの悪口を書いた連中を訴えてやるの。できんのそんなこと。そもそも匿名だろ。やりましたよ。情報開示請求の手続きがようやく認められました。事件サイトの運営者が投稿者のリストを渡してくださいました。書き込んだ人たち覚悟しなさいよ。やっぱり高梨さんは弱者の味方でしたね。ええ、大切にしていたのはお金ではなく正義でした。それはどうかな。高梨さんは悪口を書いた投稿者全員に一人30万円ずつの損害賠償請求をすることを考えています。一人30万って投稿者は何人いるんですか。ほぼ300人、つまり総額9000万円。事務所の成功報酬は 20% ですから1800万円になる予定です。1800万。やっはーやっはー。やっぱりこの女はただの金の亡者だよ。やだ、そんな褒めないでよ。から郵便が来てるよ。はあ？30万円？とうとう行列のできる法律事務所になったっすね。いや、抗議の行列だから意味が違うんだな。何が損害賠償請求だ。ちょっとネットに感想書いただけでしょ。そばこだ。なんでこんなことで30万も払わなきゃいけないんだよ。こんなこと、ずいぶん軽く言ってくれるじゃない。あんたたちは軽い気持ちで書いたかもしれないけど、それで人一人死んでるんだよ。自覚してる？あんたたちは殺人犯なの。では支払いに応じる方とは和解交渉を進めることになりますので、こちらで振り込みのお手続きをお願いします。なお支払いを拒否する方は裁判で争うことになりますので、訴状を送らせていただきます。その時点で名前や情報が公になることをご承知おきください。家族が知ったらどうすんの。会社に知られたらどうなるんだよ。それが晒されるってことよ。身をもって体験してみたら。俺は正義のために意見してきただけだろうが。お前ら全員ネットで公開処刑だから。判断するのは裁判所です。法廷でお会いしましょう。